1村は広いけれどごく浅い川に沿っていたがその石ころだらけの川床は雨季の間だけすっかり水に覆われてしまう川は南北に地平線まで開けているが西は山並みがそびえ東は 樹木の茂っった丘が連なっている、広々とした稲田を横切っている村はこれらの丘からわずか半マイル稲田が間を隔てているそして十一面観音を祀ったお堂に付属する村の中央墓地が近くの丘の上にあっ 物産の集散地として村に価値がないわけではないどこの田舎にも見られるわらぶき屋根の農家が数百集まっているほか美しい瓦屋根の景気の良い二階建ての商家や宿屋が続いている通りが一本走っているそれからアマテラス大神を祀った まるで絵のような氏神様と桑畑の中に蚕の神を祀った小さな社がある明治も七年にこの村の内田という染物屋に太郎という男の子が生まれた。 生まれた日がたまたま悪日陰暦の8月7日であったそこで両親は急変な人間だったため恐れ悲しんだしかし同情した近所の人たちは天使様の命令で暦も変わって新しい暦によれば それは吉日に当たるから万事うまくいくのではないかとしきりに説いたこうした説明はいく両親の不安を和らげてくれたそれでも氏神様へお宮参りに連れて行った時非常に大きな提灯を神前に奉納して どんな不幸もこの子を避けて通るように熱心に祈願した神主は古風な祝詞をあげ赤ん坊の小さな坊主頭の上で御兵を振り回し子どもの首に吊るす小さなお守りを作ってくれたその後両親は 丘の観音堂へお参りしさらにお供えを捧げういを守ってくれるようあらゆる仏に祈って、